おはようございます。今から、シャーベット初サウナに向かいたいと思います。朝ちょっと早いね前回の、サーフィンよりかは全然早くないんですけど、今も8時半とかかな。頑張ってで、しかしすっぴんで私って一番誰だってなるんですけど、すっぴんで、サウナを見ていきたいなと思います。あんまりそんなになんか好きとかじゃないんだけど、でもよく、サウナ好きのまりなちゃんとかは泊まりに行くと一緒に、入ったりしてるので、久しぶりのサウナを楽しんでいきたいなと思います。でコンコンがね、あんまり一緒に入ったことないから、いろんな話ができればなと思っております。では今日も頑張っていきましょう。砂吹きみたいになってるんですけど、入っていきたいと思います。うーわ、待って、さっきより熱くなってない？あっちゃあ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 、ああすごい、あすごい、あすごい、熱いです。え、さっきのロウリュウのおかげでめちゃくちゃ温度上がってます。熱っ。はい、暑ないか、これサウナ帽子を初めて、ね、サウナハットか初めてかぶってるんですけど、めっちゃいいですね。全然あのここは暑くない。ここは暑いよ、さすがに。ここでも暑くない、だからまだ耐えられるかな。サウナハットってこんな画期的なんですね。頭回ってないもんまだ朝も話したんですけど、そんなに普段はサウナ行かないので、本当にシャーベットでしか行かないかな。リナちゃんと行ったりとか、もう誰かとしか行かないですね。一人でなんか行こうとか言って銭湯とかのサウナに行かないな。か行きたいとは思うんですけどね、でもいっかってなっちゃう。一人で行くよりみんなでよく行ってます。行くならね。水風呂に入りそうます。口が悪っす。熱っ。
ということで、今日はサウナ Vlog でした。これ本当に初めて、これ全部すっぴんで出たの。はい、なかなかない Vlog でした。良かったと思った方は、高評価そしてコメントをかけていってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。Ta-ta-ta.